平成10年台風第5号は1998年9月14日に発生し東日本に被害をもたらした台風である。路図9月14日に父島の南海上で発生した台風5号は勢力を強めながら北上し16日の4時半頃に静岡県お前崎付近に上陸した。その後は関東地方から東北地方へと縦断した後、 16日20時過ぎに北海道串路市付近に再上陸し、21時に北海道東部で温帯低気圧に変わった。この台風は台風5号としては統計史上最も遅い日時に発生した。また台風5号の発生が9月以降になったのは1998年のみである。台風による期間降水量は 神奈川県箱根町で393ミ、mm、リメートルに達したほか、東海から関東地方にかけての山沿いを中心に300から400ミリメートルになった。また、北海道広尾町で350ミリメートルなど、北海道の一部でも300ミリメートルを超える大雨となった。風も強く、千葉県銚子市で、 最大瞬間風速秒速45.7メートルを観測したほか、東海地方から北海道までの太平洋側を中心に最大瞬間風速が秒速30メートルを超えたところがあった。16日には静岡県伊朗崎で8.87メートルの言う、波坑を観測している。この台風により死者7名、負傷者47名の人的被害が確認されている。 他、重火前回4棟、半壊17棟、床上浸水1296棟、床下浸水5044棟となっている。ありがとうございます。